はい、レオンチャンネルです。まだゼロワン放送開始してそんなに経ってないと思うんだけど、もうプログラズキーがめっちゃ増えちゃって、しかもこれね、全部デラックス版だし、なんで2個ずつあるのかとかね、僕もよくわかんない。<laughs> なんで2個買ってんだろうみたいな。でもなんか毎回もう反射的に2個ずつ買っちゃうから、もうこんな感じで、もともと使ってたデラックス用のプログラズキー入れがパンパンなんですけど、これをね、動画でちょこちょこ出してたら、レオンさん100均で便利なディスプレイラックがあって、これを買い かなり多めに収納できますよっていう風にコメントがありましたので買ってきましたセリアに売ってるそうで僕もセリアで買ってきましたがイノマタという。 会社が出してるディスプレイラック01というもので、このように動物フィギュアだったりとか、ミニカーとかメガネを置くことができて、もうシンプルなクリアケースって感じ。ただ、ここにね、溝があって、下に出っ張りがあって、このように何個でもスタッキングが可能で、これは確かにここにプログラズキーが入るんだったら、 今後ねね増えても大丈夫ですよ非、ね、電ライズフォンとかもいけそうだしということで今回はこれを使って何個入るかをというかそもそもきれいに収納できるかどうかを確認しましょうとりあえず試しに3つ買いましたがサイズとしては横が 17.4cm 上が 7.2cm 奥行きが 7.8cm というここのナンバーの違いでいろんなサイズのものが店頭で売ってましたね もちろん1個100円なので、とりあえず3つ買いましたが300円とかなりお買い得ですが、スタッキングのロックはそんなに強くなくて、ほんと上にね、サクッと乗せるだけな感じ。でも作りは全然悪くありませんね。チープさないな。では視聴者さんの情報が本当に正確なものかを確認しましょう。ここに入れますよ。ドンと。おーなるほど、なるほど。 ちょうどここの山部分で少し浮く感じなんだね。なので、奥行きバッチリってわけではありませんが、いい感じに斜めになって少しね、こう1センチぐらい上に上がる、数ミリか、上がる感じで。あー、なるほどね。あクリアダイザーだから、色も映えるね。おー、ほんとだ、バッチリだ。 とりあえず、まあ、デラックス版もね、ガシャポン版も、触玩版もサイズ変わりませんから、これで何個だ ?1、2、3、4、5、6、7個 !7 個収納可能ですね、最大。これでも、横に、逆に横に、ああ横に2個とかは無理なのか、こうなっちゃうのか。なので、あとはこう、でもこうなるとスタッキングできないから、ちょうど、ほんと、 ちょうどここのスタッキングできるサイズ感のところにはまる感じだ。高さが7.2センチのものだったら、こういう感じではまるわけね。そもそも、プログラディティのサイズが、縦が6センチぐらいで、横が9センチで、奥行きが2センチぐらいなので、これは本当にちょっと余裕がある感じでいいのか。 なので自分の好きなものをスッとねこういうつまんで取ることができますねおおいいなほんとだ視聴者さんの情報通りだ超バッチリこれならとりあえずなぜか2個ずつある僕もはいあると全部まとめてみようかなファルコンうんバイティングシャーク フレーミングタイガーで、あ早速もうあれだ。足りない。<laughs> 2個ずつあるからだね。これじゃあ、えっ、ー、と、フォームチェンジ系ち,ちょっと抜くか。えっ、ー、と、こうして、で、ライズフォンとか置いちゃう感じで、じゃあ、下は、不安のやつね。まあ、とりあえずはゴリラと、ウルフね、パンチングコングとウルフで、 で、一番下、一番下、湯はね、ラッシングチーターと、ライトニングホーネット。はい、このように。で、ちょっと余っちゃったやつを、一旦、こういう風にね、もうざっと入れることもできますから、このように、綺麗に収納することができます。おー、すごい本当だ とりあえずはこんな感じでちょっとね適当になりましたが、なので最大7個まで1個の100円のね、このケースで収納することができますから、まあ僕みたいに2個ずつ買うってなかなかいないと思いますので、普通に1個ずつだったら、現状発売してるやつ全然綺麗に全部収納することができますよね。てか、いい感じに割とライズフォンもハマってるし、ライズフォンを入れたまま、スタッキングとかできるのかなはい、後ろから見ても綺麗 めちゃんこ綺麗これはでも、あ、でもこれちょっとこうわかる横から見ると少しこう上がってるのよ。これがいいっすね。で、1、2、3号ライダーで、で、あれでしょ ?4 号ライダー、5号ライダーが増えたら、上に、陣ライネットが増えたら、上にスタッキングしていけばいいし、それか別の列で、まああんまりこう高さつけると大変だから、3段ぐらいをマックスにして別の棚を、 追加すればいいわけだ。これはいい情報。ありがとうございます。めっちゃいい。で、さらに、例えば入れ替えて、ライズフォンを、あ、すごいよ。ライズフォン入れたまま上にスタッキングすることできますね。完璧ですよ。これは予想以上にいい感じですね。あ、でも、出しづらい。あ、でもこれ、あれか。 ちょっとこう浮くから簡単に出せますね。で、これが今回、まあデラックス版を僕が入れたわけですが、デラックス版以外もね、触眼、ガシャポンといろいろあるわけですけれども、まあ基本的には触眼もガシャポンもこれ触眼ね、サイズ変わりませんからこれガシャポンね、こんな感じで問題なく、特に奥行きの変化するものではありませんので、まあ横から見ると、触眼、ガシャポンで明らかに、 この何ラウンド、横がラウンドしてるかラウンドしてないかの、これね、ここがここ、こことここ食眼で、それ以外が今ガシャポンって感じですが、このように、横の見た目がね、おっと、横の見た目が若干変化しますが、食眼ガシャポンも問題なく収納することできますから、これは優秀優秀。あれかなもう、ここ接着しちゃってもいいっすよね。 まあでもバランスは、一応おもちゃが入ることでバランスが悪いことがないので、すごく今、いい感じで重さがあってバランスがいいので、とりあえず100円で7個分マックス、ライドはライドォッチじゃない。えっと、プログラム機が収納できることを考えたら、全然これいいな。ちょっともう今ね、全部適当に。 ミックスして入れちゃいますが、マックスこんな感じ。これで21個だよね。1、2、3、4、5、6、7個でそれが3列ありますから、21個の綺麗に収納することができますし、デラックス版なら、上のボタン押せば、いつでもサウンド聞けますし、ガシャポン食感なら、このまま、ほら、 あ、これデラックスバンこんな感じで音声聞くことできますから、言うの近づいてみますこんな感じでめちゃくちゃ綺麗にはまってるんですよ。これは予想以上にいいなこれ使います。ありがとうございます、情報。上から見てもね。色綺麗だね。ネオンカラーが多いから発色いい。壁が終わりにね、ドーンと置いとけば、01ドライバーだったり、アタッシュカルバーだったり、おもちゃ系と一緒に、 置いておくことができますもんね。素晴らしいちょっとこれ、今回なんか綺麗にディスプレイするアイテムがないかなとか、バラバラで部屋でバラバラになってる人がいたら、百均に今から行って、収納用品コーナーに行けば大量に売ってますので、これはすぐに買った方がいいんじゃないこうやって横に、あれずらっと置いてもいいね。ああ、いいじゃん。なんかもうカセットテープ感すごいけど、もうゆわゆわになっちゃってるから、ちょっとここ、あると見しろう。はい、こんな感じで。いや、これいいっすよ。 こういうふうに横に、まあ、スタッキングじゃないけど並べてずらっと保管すれば崩れる心配もなくて安定して保管しておくことができますね最高ですありがとうございますということで視聴者さんの情報をもとに100均で売ってるディスプレイケースにプロガラドキーが 綺麗に収納できるかどうかっていう検証動画はできました。もう完璧で申し分なしって感じで、ライズフォンすらハマるっていう超優秀なアイテムでしたね。これは本当コメント欄で教えていただいてありがとうございます。なので皆さんも気になったら100均に GO しましょう。めっちゃ綺麗いい感じ。以上セリアで買ったディスプレイラック01の紹介でした。